はい、夢です。こんにちは、どうもどうも。はい、今日はですね、3月の31日から発売されるズートピアグッズの紹介やります。いや、これ突然発表ありましたね。ズートピアグッズ全部で25種類。いや、これね、絵柄がめちゃくちゃ可愛いんですよ。なんかね、ニックとジュディがですね、これランドとシーで遊んでるっていうね、なんかデートしてるみたいな、そういうイラストで、これめちゃくちゃいいんですよね。ズートピアグッズすごい少なかったんで、これ嬉しいですよね。しかもディズニーランドとシーで遊んでるっていうデザインがほんとこれいい。でね、突然こんなグッズが発表になって、へーと思ってホームページ見に行ったらね、これ見て、みんなの投票がグッズのデザインになったよって言われて、え？みんなの投票って何のことって思った人多分多いと思うんですよね。正直僕もこれ意味わかりませんでした。今回ね、ズートピアのグッズが発表になって、ふーん、ええやんこれと思って、どれどれって見に行ったら、みんなの投票って、は？と思って見ていくと、なんこれ、なんか投票があったみたいで、こちらに決定、なんか知らないところで進んでたみたいな。投票は、えか、は？ジュディとニックの2人がパークで過ごすのはどの楽しみ方がおすすめ？ 1 位はこちらに決定、アトラク全力楽しんじゃおう。はぁ、何のこと？と思って、ちょっとよく分かんなかったんですよね。で、それでこのホームページをこれ辿っていくとですね、ちょっといいですか？はい、なんかこれね、マイフェイバリットキャラクターっていうこういうページに行くんですよね。で、見ていくとみんなのマイフェイバリットが形になってパークに登場と。何？マイフェイバリットキャラを発表。みんなが設定したリゾートのアプリのこのキャラクターアイコンをもとにフェイバリットキャラが決定しましたと。これから順番に発表していくのお楽しみ。みんなの投票結果をもとにグッズ開発。え、そんな投票あったかなと思って、これさっぱり覚えがないんですよ。ごめんなさい、これ。で、今回は、ジュディとニック、その後がヤングオイスター。これはアリスのあの、はい、オイスターですよね。あの、カキね。で、第3弾がアリエルと。で、何のこと？と思って、これね、更新履歴があるんですよね。これバーッと見ていくと、これいいですか？はい。昨年、2020年の2月の19日に、これどうやら、ジュディとニックで投票を開始して、で、3月の1日に投票が終了したそうです。なので、これ10日間、こういうなんかね、投票があったらしいですね。すいません、これ、全く知りませんでした。これね、去年のじゃあ2月の19日ってこれ何やってたかなと思って振り返ると、ちょうどこれコロナで臨時休園するしないってかなり揉めてた時期ですよね。これ日本中が覚えてますか？これなんかあの人の集まるところ禁止みたいな、3密禁止とか、ちょうどこの全国の小中学校の一斉休校を発表したのが2月の28かな。なのでこれちょうどですね、日本中が大騒ぎでディズニーリゾートがね、これ休園するしないって騒いでたちょうどその時期に、これどうやらこういうキャンペーンがあったらしいんですよね。すいません、これ全然知りませんでした。それで8月の19日この結果の発表がどうやらあったみたいです。すいません、これ不勉強で。で、話を戻すと、投票結果がこのようになったと。これが8月に発表になって、2人がアトラクションを全力で楽しんでるってこちらになったので、で、そういうグッズを作りましたっていう、そういうことですよね。やっと話がつながりましたよ。すいません、把握してなくて。はい、それではお待たせしました。グッズの紹介いきます。めちゃくちゃ今回可愛いんですよ。これまずはね、クリアホルダーからいきますね。はい、メインの絵柄4種類ありますね。はい、4種類絵柄見てみようか。おい、来たー。まずはスプラッシュマウンテンで、それからシンデレラ城の前でセルフィー自撮りですね。で、左下がこれはトゥーンタウン。はい、で、最後はですね、アクアソフィアの前で夜記念写真と。いやー、これめちゃくちゃ良くないですか、これ。はい、こちら1200円4枚セットですね。はい、これ裏面ですね。いや、めちゃめちゃいい、これ。で、販売店舗はランドはね、アドベンチャーランドバザール。で、C はタワーブテラメモラビリアと。この2店舗ですね。なので、グランドエンポリアムとかエンポリオでは発売しない模様ですね。ご注意ください。はい、次、トートバッグですね。3600円。36×45cm。はい、この2人が遊んでる絵柄がトートバッグになりました。
あ、裏面シンプルだね。あ、中総柄だ。はい、とうとう3600円ね。36×45cm。はい、次、缶バッジセットですね。これはさっきから紹介している絵柄がそのまま缶バッジになってますね。6cm で4個セット。なんで1個あたり300円か。はい、こちら、巾着ですね。巾着820円。これ表面ね。あ、裏面はこういう他のビジュアルですね。中も総柄だ。これいいなぁ。これ動物がスプラッシュマウンテンってめっちゃ違和感ないね。これこの二人スプラッシュマウンテンでね、グリやってほしいぐらいですね。めっちゃいいなぁ。はい、マグカップ。マグカップは1400円ね。8cm×11cm か。ちょっと大きいタイプかな。ちょっと大きいですね。1400円ね。うん、高いんで大きいですね、ちょっとね。はい、表面、裏面ですね。こんな感じ。はい、キーチェーンですね。出たー、人参。あの、ボイスレコーダーにもなってる、あの、人参型のボールペンですよね。ボールペン機能はないっぽいね。録音と再生できるのすごいな。12センチなんで、結構大きいね。ボールペン機能はないんだ。でもこれ、コスプレ仮装にいいですね。1900円か。ちょっとお高いけど、公式ってとこがいいですよね。シルエットが入ってる二人の。はい、1900円ね。はい、そしてこれ、あのニックがね、食べてたあの肉球アイスがキーチェーンになったんだって。13センチか。ちょっとちっちゃいかな。いや、でもいっか。はい、これも1200円。これも公式だからいいよね。チャームインはね、二人のシルエットが入ってる。足跡がついてる。僕はね、仮装用に自分で持ってんですけど、これはちょっと公式の使いたいですね。はい、1200円ね。はい、縫い歯ですね。縫い歯2000円。23センチ。あ、ちょっと大きいね。大きい縫い歯だね。はい、縫い歯2000円です。はい、ニックね。ニックも2000円です。ニック表情が、裏面ね。裏、尻尾かわいい。なんかちょっと違う気もするけど、まあいいや。うん、まあ、縫い歯だからこんなもんでしょ。まあね。はい。はい、縫い歯2000円ですね。ちょっと大きいね。はい、アイスモールド。はい、肉球アイスが自分で作れます。ニックとジュディと肉球と3つセットで作れますね。すごい、これ映画のまんまだね。あの映画の肉球アイスがほんとこれ自分で作れちゃうんだ。すごいな。ほんとだ。ほんと作れちゃうね、これ。スティック約10センチね。なるほどね。で、モールドがね、横23センチ、縦10センチなんで、そうだな。大きさ的にはどうだろう。5センチぐらいのがまあ作れる感じかな。はい、こちら1900円ね。はい、ファンキャップ2900円、58センチ。うん、これありそれなかったですね。ジュディのファンキャップね。はい、裏表こんな感じです。2900円。はい、こちらニックのファンキャップです。2900円。ニック、これ顔、これ出来いいね。さっきの縫い歯よりこっちの方が全然お顔の出来がいい。はい、こちら2900円、58センチです。はい、ファッション用グラスですね。ジュディってなんかサングラスのイメージがないんだけどね。なるほど。まあ、これでも、うさ耳がついてて可愛いですね。おー、なるほど。女の子がつけると可愛いですね、やっぱ。2300円ね。はい、そしてニック。ニックはサングラス違和感ないね。お、ちゃんとモデルが男性になってる。これはいいね。耳になってるし。はい、ちょっとこれね、仮装はちょっと抵抗あるなーっていう人はね、このぐらいならいいですよね。2300円。これは欲しいな。出た、ネクタイ。え、これは絶対買う。37センチ。2000円。これ普通に使えそうだね。使えるってのは、まあ、なんつうの？あの、ちゃんとしたね、大きいネクタイだよね、これ。おー、ニックの顔入ってる。あ、ちゃんとこれ簡単にワンタッチでカチッとつける簡単タイプだね。つけた感じ気になるな。どうなるんだろう。どういう感じになるんだろうね。え、これめっちゃいいな。これ公式で売ってるから、堂々とこれしていけるね。2000円ね。はい、これ絶対買います。はい、ブローチですね。5cm×5cm と。まあ、警察バッジだよね。ちょっとちっちゃいかな。5cm×5cm だと。でも、これもね、仮装に使えそうだよね。ケースに入ってるんだ。もったいないよ、これ。使う用と保存用と、これ2ついるな、これ。2200円ね。はい、ポシェット2600円。サイズ33センチ。あ、結構大きいね。で、ストラップが70×110cm ね。これ表、裏、中は頭がバッと開けるんだ。なるほどね。はい、33センチ、2600円ね。ニック、お顔の出来がいい。これはいいね。かなり原作に近い。パークにいるグリーよりも、ぶっちゃけこれの方がなんか映画に近いね。お尻もいい感じ。で、頭ね。頭が開きます。ニック、いいね。これ出来がいい。2600円。
はい、ウォッシュタオルですね。スプラッシュマウンテンを遊んでる2人です。 36×34cm、 はい、こちら780円ね。はい、これウォッシュタオルね、4月7日発売ですのでご注意ください。3月31日ではありません、ご注意ください。はい、ワイドバスタオル 81×152cm、 これはでかいな。タオルケットに使えそうですね。はい、これね、絵柄がおそらく一番大きなグッズですね。おー、おそらくこれが限界ですね。イラストが可愛い。シンデレラ城と、ジョイトローリーと、はい、あと SS コロンビアと、プロメテウス火山ですね。はい、ワイドバスタオルも発売4月7日ですね。3月の31日でありませんので、ご注意ください。はい、普通にぬいぐるみですね。3200円、46cm、 結構大きいよ。46cm ってこれ書いてるもんね。ちょっと大きめ字でぬいぐるみ、これ表ね、あ、これ後ろね、うん、ちょっと大きいね。はい、ぬいぐるみもね、発売日4月7日です、ご注意ください。はい、続いてぬいぐるみ、ニックですね。ニックも3200円、46cm、 大きいね。ニックもこれ後ろは尻尾がでかい。尻尾のインパクトすげえな。はい、ニックのぬいぐるみも4月7日発売です。ご注意ください。はい、そしてスマートフォンケースですね。これ3500円。これはね、iPhone、Android 兼用かな。あ、これも設営文に書いてあるね。ジュディとニックの真似をして、同じ場所で写真撮るのもいいかも。はい、考えてました。全くこれもう、仮装者のこと考えてるね。はい、裏面こういう風ね。あ、中面ね。はい、中面はスライドです。この総柄のね、このパークのこのアトラクションとか風景のこの柄もいいよね。はい、3500円ね。で、これ発売日、4月の26日です。ご注意ください。これかなり時間差だね。はい、そしてキーチェーンセット1280円。長さ10センチから12センチの2個セットですね。はい、ペアで販売です。はい、これジュディアップね。はい、ニックのアップです。これはどうやら発売日未定っぽいですね。はい、これ続報待ちです。はい、そしてキーチェーンセット890円。1個あたり高さ約7センチと2個セット890円。はい、これもお揃いですね。これ2人。はい、これニック。はい、ジュディですね。はい、これもね、発売日には書いてないので、発売未定ですね。はい、ズートピアグッズ紹介以上になります。皆さんいかがでしたか？これいいよね。なんか絵柄のタッチもいいし、これ何がいいかってね、パークのデザインだからいいんですよ。これ、二人がね、アトラクで遊んでるでしょ？で、それで、このイラスト以外のところにもこうやってシンデレラ城とか、こうやってね、ジョイトローリーとか、あとかって SS コロンビアとか、プロメテウス火山とか入ってるでしょ？だからね、ただのね、ズートピアグッズだったらね、このディズニーストア行ったり、選手会のカタログだったり、あとは海外行くともっとね、ニックとジルのグッズいっぱいあるから、ね、海外グッズを買ってもいいしね。で、いろいろと探せばあるんですけども、このね、ディズニーリゾートフィーチャー、ディズニーリゾートでこの2人が遊んでるっていうね、このパークデザインってところがいいんですよね。これ同じ気持ちの方いますよね。2人がパークで遊んでるって、これみんなのこう妄想爆発、みんなの妄想がそのままこうグッズになってるので、2人がパークで遊んでるっていう、それがいいんですよね。だからこれ、このグッズ買って、今ね、ランドの方でグリやってる2人にですね、このグッズ買ったよっていうふうにこれ見せに行きたいですよね。めちゃくちゃ可愛い、これ。はい、なのでこれ自分もこれ買ってですね、ぜひこれ、ニックとジュディにこれ見せに行きたいと思います。はい、皆さんもこれね、気に入ったグッズがあったらぜひコメントで教えてください。はい、今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。